ウキーピーディアはファンダムに設置されているスターウォーズシリーズに関するオンライン百科事典である。このサイトには映画作品だけでなく様々なメディアで展開された拡張世界の情報も網羅されている。ウーキーペディアという名前はスターウォーズシリーズに登場する種族ウーキーと百科事典を意味するエンサイクロペディアを合わせたものであり、ウィキペディアの名称のパロディでもある。ウキーピーディアの スクリーンショットウーキーペディアは、英語版、日本語版、デンマーク語版における名称だが、他にもフランス語、オランダ語版など、様々な言語版でのスターウォーズウィキが存在する。中には、ヨーダペディアやジェダイペディアなど、スターウォーズ用語を掛け合わせた、独自の名称を定めたものもある。また、ポーランド語版のようにファンダム街にあるウィキも存在する。年月の時点で、英語版では、 記事数が5万を超えており、ウィキアを使用したサイトでは、パロディ時点のアンサイクロペディア、スタートレック時点のメモリーアルファを抑え、第1位の記事数を有していた。2008年10月現在では、5万9500項目以上で、ワールド・オブ・ウォークラフト時点である、ワウ・ウィッキーに次いで2番目の記事数を誇っている。2020年5月現在、英語版記事数は15万7千項目以上。 日本語版も1万1000項目以上を有している。また、作品から引用した画像や豊富な出展など、その正確さや質も非常に充実しており、ルーカスフィルム運営の公式サイトスターウォーズ .com でも、作品紹介ページ等に、英語版ウィキーペディアへのリンクが付されている。さらに、オフィシャルの制作側でも設定、ストーリー確認用によく用いられており、例として、ロングワン。 スター・ウォーズ・ストーリーでジンアーソを演じたフェリシティ・ジョーンズは、設定理解のために、ウーキーペディアを参照したことが報じられている。2014年、スター・ウォーズ・フォースの覚醒公開に先立ち、ルーカス・フィルムが従来の作品群を、生死とレジェンズに区分したことに伴い、ウーキーペディアにおいても、生死とレジェンズの設定が区別されるようになった。主要キャラクターなどの記事には、生死、 レジェンズの双方のページが用意されており、記事冒頭のリンクをクリックすることで記述を切り替えることができる。ウーキーペディアは、ウィキアを使用したサイトで、チャド・バーブリーのアイデアによって2005年3月4日にスタートした。サイトでの初期の執筆者たちのほとんどは、ウィキペディアのユーザーであり、その中でもスターウォーズ関連記事の編集方針や、延々と続く議論に飽き飽きした者たちであった。 初期の記事のほとんどは GFDL に基づいて Wikipedia からコピーされたものだったが記事は徐々に充実していった2005年には Wikia を使用したサイト2006年1月には Wikia の月間注目サイトにも選ばれた Wikipedia 日本語版は2008年に発足した当初は Wikipedia 日本語版に掲載されていた内容を単にコピーした項目も多かったが徐々に 独自の記述へ切り替えられている。なお、作品によっては翻訳の違いにより、表記揺れが発生することもあるが、ウーキーペディアにおいては、ジェダイ表記会のページにて、表記方針が示されており、用語によっては独自の訳語を採用することもある。メモリーアルファハットはウィッキーハット、ロクシングス、アイランドフロムザ・スターウォーズ、ロングワンホームリリース。 ゲームズリーター2020年4月25日閲覧サイファイサイトオブザウィーク、サイファイドット c o m 2008年5月12日閲覧各国語版のスター・ウォーズ・ウィキありがとうございます